前初手ブツブツやめろ。なんでブツブツすんねん。こら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 、どうした、調子悪いな。治ったか。ブツブツすなよな。よいしょ。で、こうか。で、して、こうかな。よし。ではではでは、予定より30分遅れたけど、クライスター、前回含めたら第10回か。やっていきましょう。どういう話だったかもほとんど覚えてへんやな。いろいろあって。おはようございます。おはようございます。何やったっけ、アナムネシス、アナが線とあって線を理解してんったかな、確か。いや、私は逃げない。たような気がするな。え、これか。真実のかけら。えい、はい。命をかけて。そろそろ新しいシナリオだから、あんまりスキップはよろしくないかもしれない。呼んでいくか。来たか。もう少し休んでいた方がいいのではないか。ああ、そうか。レイ倒れたんか、確か。もう十分です。センさんとヘラクレイトスのおかげです。役に立ててよかったよ。レイに何かあれば、ココロさんとナナナに合わす顔がないからね。そんな大げさです。いや、あの二人はレイに人形ならぬ好意を寄せているから、場合によっては殺されかねない。ナナナはまあそうやろな。さすがにそれは。もちろん、ただの冗談だよ。どうした？あ、少し驚いて。センさんも冗談を言うことですね。私をどんな堅物だと思ってるんだ。こう見えても普通の女子高生と変わらないよ。友達と買い物に行ってセール品の服を買ったり、正月には親戚の子とカードゲームをしたり。意外です。さすがに私だって傷つくぞ。それくらいセンさんって普段の姿が想像できない。なんて言っていいのか、高潔で完璧な人に見えたので。まあな、そうありたいとは思っている。でも私はそんな褒められた人間ではないよ。だからこそ正義という指標を大切にしている。だいぶしっかりしてると思うけどな俺。目指すものが見えなければ迷ってしまう。レイ、私たちは同じだ。自分たちにとって唯一の何かがなければ、残酷なこの世界で戦い続けることなんてできない。ナナナも。そして正義には反する行為だが、復讐を目標にするココロさんもだ。あやしろさんいらっしゃいませ。おばんおばんおばん、どすどす。大丈夫です。私も
妹を助けたい気持ちは変わりません。私はまた戦えます。うん、ならよかった。相談ならいつでも乗るぞ。恋愛は得意ではないが、それ以外ならな。前、まあ、恋愛はまあまあやろうなと思うかな。貫け！やった！ちょっとこれか。これで決める。これや。これ固まんのがネックやな。ちょっとお前らマジで。風がある。頑張れ。えい、やった！セーフ！完璧や！それ被弾が多すぎな？下手くそかな？せんさん頼みます。せんでやっとくか。40で覚えたからレイかな。レイが40で技覚えたっていうことはワンチャンせんも覚える説濃厚なのではないだろうかと。せんちゃん女の子にモテそう。いやそれはある。そ女子校とかな。いやモテモテやろ。んな気はするわ。そう女子校よく分からんけどなんかそんな感じするもん。何断層が似合うみたいな。バラズだけ？広くね？広いな。ああバオンか。寂しいな。え、来たのかい？さっき花どうにかしたねこれ。ちょっと深く取ったわ。お前種マシンガンこの野郎。一発つく。あちょっと間違えたボタン。一発使うか。お前とバオンやりたいんやっけ。どう？でバオンや。でよし。はい回収回収。で左取ったな。よし。こっちか。お前たら77とか使いたいんやけどな。なんかだいぶ使いやすい技覚えたような気がするから。俺の記憶では多分77あたりを使っていきたいんやが、このエンディングはあれか、こう線が関わるエンディングなのか。もしかしたら前のが77エンドみたいな。前のが77エンドで今回が1000エンド的なやつ。でもおかしいない気はすんだよな。ちょっとお前フラフラ逃げるなこの野郎。お前さ。パパッと40にしたいところやが、花は許すな。いやちょっと待って、臭いな。あぶねぶね。これ分かったねこの野郎。ちょっとこするな。お前何でもいいからみんな幸せになってくれるんです。それはそうなのよ。77のあれをガチで泣いたからな俺。やめてほしいわ、ああいうのいかんのよ。あうえいしょいいしょ。ちょっと痛いよ。あ誰お前か。
そう、痛い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 痛こっち正規くせえ、なんか正規の匂いがする。こっち行くわ。多分正規やと思うよな。促進していけるわけがないと俺の勘が言っている。今日も元気にプイ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 を許すな。あかんのよ、バオンをするな。お前ほんまちれ。あ、これもしかしてつながってる説？あ？いや、めっちゃ下行くやん。つながってんのかこれ、ほんまに。めっちゃできるしや。ちょ、集まって。集まれ。レイの、レイちゃんは、線のスタンドあんま強くないんやな。火力がさ出えへんから、うん、大して強い気せんのよな。もうちょっと火力があればもしかしてあれ正規じゃなかったか、もしかして。嘘やろ、え、正規引いた俺。マジ？正規引いたやつか。うるさいわ、痛いね。ちょっと待って。お前種、それさっき種マシンだよ、もうこんな。でお前か。あちまえ。一問大事にしたいんやけどな、なかなかうまいこといかんもんでな。お疲れ。納期。これはつながるか、これつながりそうやな。やっぱ上あれか、正規じゃなかったんか。勘がゴリゴリに外れるやん、びっくりするわ。マジ直接だいたい迂回しようとしたら痛い。何、当たりパターンが多かったからさ、違うかと思ったんやが。そうか、マジか。で繋がるよな、やんな。こっちかな。脳器。頭が。よみがえるしない。足には。はじゃ、現状。なんか、これやってる。やってる側の精神を、なんかイントネーションおかしかったわ。やってる側攻めてくるやつ多くない。勤労がみたいなとかさ、脳器がとか。やめろ。精神攻撃をやめろ、精神攻撃を。納期絶対ってこと？あっこ行きてえな。やばいな、今日ちょっとあれは運がないというか、読みがゴリゴリに当たらん。こっちやと思ったら逆選んだ方がいいかもな。お前芸術家気取りがこの野郎。何やうせえなってこんなやろ。いつも大事に。あ、だってへん。もう死ね言うだな、このやろ。お前死ねって言うな。ハップヒリの。そう、なんか、今回すげえ広い。愛しい人のために。ゴリゴリに広いんよな。もうちょっとな、移動が早ければあれやねんけど。
なかなかそうもいかんでな。さすがに徒歩であの行けてへん、あぶねえ、行けてへんところはちょっと俺しんどいからさ。でつながるやん、上やな。ここか、バオンなしか。え、ちょっと、ゾウまだおる。さあ当たるわ。あ、違う、お前じゃない、お前じゃない。アッキーメッサ、よし、フッジャーハッフッスイッタットゥシレッフッジャーハッ。で上か、ゴールかな、ゴール仕事は。おい、お前バオン2人かよ。タチアッキーメッサ、これは美味しい。だいぶ、お、正義のために来た。千影、何？なんか覚えた。ちょっと待って。さっきこいつらやってから。やっぱ40で覚えんねんな。なんか名前的に強そうやったけど。確認や。小走り西足踏み。まあ、もうそれはね。それはそう。魔力でできた。いやー、周囲なし、それ。これや。魔力でできた刀を放つ遠距離魔法。10本の刀が狙った敵1体をホーミング。え、強くない？これが三角か。三角な。敵出てきたらやってみよう。多分強いと思うけどな。正義を示す、どういう感じやろ。ちょっと馬音に使えて、墓標代わりにくれてやる。おお、すごいな。あんま火力はなかったけど、魔法弱弱マンにはだいぶあれかもしれん。かっこよ。ごっついな。あふざけるなおめえら。何やったっけ、あれみたい。いらるわい、でもこれやろ。ほんまお前。何やったっけ、ピロ式みたいな、なんかこの形のやつ。あいつとお前違うやろ、やめろ、固まるな4人で。何やったっけ、もう忘れたわ。ちょっと待って、痛い。おお、お前、お前パパッと倒されへんねん、お前。ちょっと痛い痛い。お前ほんま当たってへんし、ね、何より鼻をどうにかせんといけん。あっ、150も食らうんかお前。いた、おった。誰やお前は。見たことあるか。ちょっと待って、ロックはちょっと待って。よし、ネズビット多分知らんな。誰や、綺麗な、なんて書いてあった、綺麗な赤を、足赤、読めんかった。でさっさと、まあ、心は多分、まあ言うと覚えても変わらんから、あれ普通に殴った方が強い。少し休んでいこう。前の戦いで倒れた影響か、動きがいつもより鈍っているぞ。あ、マジ
買いかぶりすぎです。私は普段からこんなものですよ。体を動かすことに昔から苦手意識があるんです。あ、いえ、苦手どころか私は運動全般を憎んでいます。そんな、そこまで堅くななのは珍しいな。例えば体育のマラソンとか、何かに追われているわけでもないのに走る意味がわかりません。長距離移動したいだけなら電車やタクシーがあります。文明の利器があるのに走って移動するなんて非効率です。効率中か。現実世界で走ると数秒も持たずに息切れで死にそうになりますし。それはもしかすると食生活に問題があるのではないか。野菜食べろ。それは、なんかだいぶ初期に好き嫌いしてるみたいななかったっけ。問題あれやろ。そうかもしれないです。ずっと未来に食事のことを任せっきりでしたから。なんか嫌いで食べてなかったはずで。ハンバーグプレートのハンバーグを残してポテトばかり食べないでっていつも言われてました。ハンバーグ残してポテトってもう意味がわからん。いもそう。ポテトしか食べないのか。肉食え。もちろん他のものも食べますよ。ポテトをメインに食べるというだけです。ハンバーグに謝れ。それはもしかして自分に対する戒めか何かなのか。あえて苦行を課しているとか。あ、ただの好き嫌いです。今はどうしているんだ。未来のレシピを見て自分で作っています。成功率は絶望的に低いですけど。あ、そう、そんなことしてた。私でよければ今度食事に付き合うぞ。ポテトが丸ごと入ったラーメンの店を案内しよう。体に悪そう。全てが終わったら心さんも誘って。ナナナを呼べないのは残念だが、そうですね、全てが終わったら。そろそろ休憩は終わりにしましょう。楽しみにしています。ポテト丸ごとラーメン。絶対バターとかなんかコテコテよ。俺にはわかる。体に悪い。芋好きやったらなんかそういう系でよくない。ハンバーグがかわいそうよ。なんでハンバーグ残してポテトばっかり。かわいそうに。こうや。よし、だいぶ変色やねんな。そらあんなまちろちろなるわ。あー、こっちやな。とりあえず当たりは、いや、ま、待てよ、ちょっと待て。こっち行ってみるか。今なんかビビッとくるもんがあった。こっちがハズレではないか。ちょっとさっきお前や。これ1回のコンボで押し通しような。2回3回ってなるとさ、ちょっと効率というかなんというか、ちょバオーンを許した。バオーン来とる。え、来てへんやんな。びっくりした。なんか別から来たように見えた。よし。せっかく覚えた技もなかなか使いどころがないな。反対に強いより複数に強い方が欲しいよな、ぶっちゃけな。反対はな、もう心なりなんなりでボコボコにしたら大体終わるからさ。何体か巻き込める系、巻き込めてかつ強い技が欲しかったんやが、まあ、今のでも十分巻き込めるじゃ巻き込めんねんけどな。
やけれどもちょっと人間欲が出るもんでな、もっともっと求めてしまうわけよ。ここに使うか。外していく。おい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 、剣に食材を使え。あーすごいな、立ち切る。びっくりするぐらい入ったわ。全部避けたけどな。あんなことある？前詰められたらあかん系か。頑張れ。当てろそこは。あー奥か。さあ、ああ意味がおったんか。さっきバオンやな。まあ、単体火力はやばいな、分かったわ。あいつやから入ったのかもしらんけど、とりあえず普通に切るよか強かったな。でこっちか、バオン4体。バオンを許すなお前。なんでお前が4体おんねん、ふざけるな。4体もるな。よし、よし。で上もこれつながってそうやな。結晶家具、うん、ああ芸術版か。あれ何フォフォフォ、あああれか、あれがたらゲージがたら痛いな、ゲージがたらん。ちょっとこっちでゲージ貯めるか。思ったより SP 消費、 SP 消費か、消費が激しいな。なんて言おうとした今、表紙って言おうとした。こっちやな。ここはあ、つながるやつ。あーなるほど。ただ上はなんもないのか、あれ。あー綺麗になんもない。アイテムあれ何のために来たんやそれ。なあ、もうあとはあの何、右上の空白行って中間で繋がってるやろ。繋がってるわ。はば、お前ほんま、すぐ、危ねえ。お前の今回のよう外したな。あれ外すか、墓標代わりにくれてやる。おお、ワンパンやるやんけ。さすが墓標代わり。これで、あの下か、あ、うん。次でこのエリアは終わりかな、多分。エリア中か小中か、敵おらんよな、おらんよな。はい、ボスとかではないと思うけど、どうやろ。なすべきことをなす。ああ、はい、まだあったわ。なんや、2周目入ってからあれか、4個になってんのか。前まで、が勝負どころだ。お前さ、前までやんなことなかったんけどな。確か全部3つ目でも何ゴールみたいな流れやったと思うんやが、そうか、変わったんかな。ちょっと、一回線使ってみる。線ちゃうわ、レイ使ってみる。名前間違えたわ。ね、あとは頼む、任せてください。ただレイやとな、こいつらに
あれね、決定だというかあれができひんからさ。全スカシや最悪。あ、一発はでかいんよな、レイの方が。やねんけど、ちょっと、この力で射抜く。うん、なんか攻撃デバフついてるのか。上がっていく。ちょっと待って、あれさ、あれ正規じゃないよね。上にぐるってやつ、これよ。こっち行くか。もう線のレベルもそんな気にせんでいいような気するしな。跳ねよ、逃がって。あ、ちょっと、お前ら。風よ、高まけ。まあ何でも当たるっちゃ当たるんだけどね。ちょっと、ちょっと、お前らさ、カミカミすな。まあ線より攻撃の出早いから、まあまあまあ、ところか。で切って、てかあの技使うタイミングないんやけど、ほんまやったらあれ使いたいんやけどさ、いって、俺も痛かったわ、噛まれてんのこいつに。は、ちょっと待って、ちょっと待って、いった、ふざけんなお前。これで決める。あ、全然入らへんやんけ。やっ、何食らった俺。私に任せろ。はぁ、いや、え、何食らった。ごっそ持ってかれたやろ。はぁ、え、マジで何食らった。全く分からない、普通に噛まれただけ違うんか。大技デバフが入ってたか。とにもかくにもやばいやつやったわあれ。よし、うん、お前さ、当たるかな。おお、当たっていく。だいぶ距離出んな。うん、やっぱ線があれかな。いいやろか。ちょっと花どこ？こっち？あ、え？もうやらんかったっけ？は？あ、お前ミリで来とったんか？そういうこと？おとなしくたばれや。生きるなおめえ。で、こっちか。ワンチャン繋がらんこれ。つながらん、つながらんかな。ちょっと待って、なんであれバーンこっちまで飛んできた。痛いんだよこの野郎。お前取っとこ取っとこするな。さあいいか、間に合う、間に合ったわ。あれチャージ長いからさ、普通に防げんで。まあ、多分普通に噛んだ方が早いぞ。繋がると思ってね。あ、繋がりそう。繋がらんかったわ。もう戻るんじゃなくせ、いやわ。いっか、このまんま。マジで今回運ないな。なんか読みが全部当てれる。鼻くせや。こんな外れる？正規を引くな。よし、こんな引くか。いや、まあええちゃええねんけど、なんやその固有武器とかないからさ、武器も防具もないや。この赤いやつ、赤いやつ倒して手に入るからさ、そんな大して
やねんけど、ただマップ埋めたいまいんやからさ、個人的にね、個人的にとっとこ走るバオ太郎嫌なのよ。それバオバオ走るだけやん。ほら墓標やん。くたばれよ おさん。はぁはぁはぁがあった。で、あたりか。はい、なすべきことをなす。バオ太郎はゆる…おい、ボスかい。天国も仮想の方に来たね。さて、ご入り用は何かな。もうこの人は一体何なんやろな。まあ、いらんな。またのご利用を。誰が出てくるの。あら、こんなところまで追いかけてきたのね。あ、ちゃうわ、ここちゃう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 。前あれや、ナナナとセンやったんや。センちゃんはレイヤー。もうめっちゃ間違える。ナナナとレイヤーって前。カタダレイ。それに恵みバッセン。なぜ私の名前を知っている。トマス京介に聞いたのか。トマス京介、誰かしら。とぼけるな。勇気同士繋がっていたのではないか。その勇気は本当に知らないわ。だったらどうして私のことを。この姿で何を言ってもあなたは信じないでしょうね。私自身もあなたの顔を見るまで忘れていたことなんだから。何が言いたい。メインしたように私も妄言で惑わせるつもりか。せん、あなたとの話はここまでにしましょう。ハタダレイ、聞きたいことがあるのでしょう。未来はどこですか。答えられない質問ばかりね。ハタダ、未来が今どこをさまよっているかは私にもわからないわ。うん、未来は無事ってことなんですね。あら、あなたは私の言うことを信じてくれるの。素直な子ね。未来の行方を知っているなら真っ先に向かっているはずですから。ええ、その通りよ。復讐のためにはハタダ、未来を見つけないといけないから。だからあなたたちに構っている暇はないのよ。このまま逃がすと思うのか。未来に危険が及ぶならここであなたを止めます。そうでしょうね。私も何もせずに見逃してもらえるとは思ってないわ。少し遊んであげる。え、アナムネシスやの。楽しませてもらう。おお、マジか。あ、そう、喜劇の開演としましょう。え、昼間やあ、昼間昼間かと思ってた。邪魔やとこの野郎。ボヒロじゃこの野郎。邪魔じゃ。この剣に食材を使え。おお、はい、受けられた。お前笑ったな。邪魔。おっさんの。スタンド当たってるかそれ。スタンド。ちょこちょこ当たってないのお前。当たってるぞ俺。前。ここや。よし。水道を示そう。原始宇宙の信念。一挙。エウジェン。よし。この剣に食材を使え。ぼ、くれてやる。よし。遊びにしては過激になってきたわね。ちょっとだけ大人のやり方を見せてあげるわ。大人のやり方？え？うわ。ただの卑怯者やないか。どきなさい、セン。それは私の正義に反する。あ、これ
シスの記憶か。切ったら出てきた。あ、マンマ。本当にいいの？セシロさんと一緒に行かなくて。父さんは私がそばにいなくても大丈夫な人だからね。あら、それって母さんを一人にすると心配って言ってるように聞こえるわ。父さんよりは心配かな。ごめんなさいね。あなたにとって父さんは憧れだったのに。父さんの正義は私の目標だけど、離れていても目指し続けることはできるよ。私にとって一瞬の時間を歩きたかったのは母さんだから。ありがとう、セン。今はその言葉に甘えさせてもらうわ。だけど、もし私たち家族に何かあったら、あなたを守るのは母さんの役目だからね。覚えておいて。今のはどういうことだ。なぜその記憶をお前が持っている。私の大切な思い出だから。嘘だ、そんな。天国へ落ち、復讐を誓い、勇気アナムネシスとなった時、失ってしまったはずの記憶、あなたの顔を見て取り戻すことができたのよ。こんなことになってごめんなさい、セン。私の娘。おい、うわー、来た。せや、前もそうやったな。やっと見つけた、アナムネシス。そうや、前も降ってきたんや。お前に家族を壊された、お腹の子供を失った恨み全部込めて復讐を成し遂げる。ディオゲネス、これでしまいや。おう、なんで。すまない。どういうことや、センちゃん。どいて。あ、もうここでそういう感じになる。すぐそこにアナムネシスが。うちの大切な人たちを無茶苦茶にしたやつが。ココロさん、何があったのか聞いている。復讐を果たさねばならないことも理解している。てから、そこ、どいて。受け入れられないことを承知で、それでも頼む。今は引いてくれ、ココロさん。どけって言うてるんやて。どういうことなんや。本当にすまない。それで謝罪一つで納得できるわけないやろ。アナムネシス様を崇めよ。出た。アナムネシス様を安全な場所へ。そんなんできるんかお前ら。アナムネシス、なんでなんや、なんで。セもなんで理由言わんの。遅ればせながらナナナ登場。主人公や。心早いよ、ナナナを置いてかないでよ。あれ、どうかしたの。空気がどんよりだよ。あ、レイ、しっかりして。ナナナ、よかった、よかったけど、うじゃうじゃ勇気だらけだよ。アナムネシスは逃げたよ、誰かが邪魔したからな。すごい契約。セン、理由言わんか。みんな話は後。じゃあ勇気が来るよ。我らはすべてアナムネシス様のご意志によって統一されし存在。我々は複数にして一つ。うち名前何やったっけ。我々の名は
あーはーはー、それそれ、ブルバキナ。うじゃうじゃ勇気がもじゃもじゃ集まってすっごく気持ち悪いよ。来ます。お、帰ってきた。あーでもお前ら泣いてか。無駄に頼ってね。ちょっと待てよ、あのごつい技はどれだっけ。違う、これか。違う、これか。違う、全滅や。違う、ひっかくじゃない。どれよ。あ、これや。わかった、オッケー。ビーム全然効いてなくない。うそやろ。痛い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 。は？足らんのか。ちょっと待って、ビームなんで？こんなに効かんビーム。うそやろ。お前。あ、やべ、あの、状態上が。ちょっと待って、無理は無理はする。ふざけんなお前、バチバチ当たれんけ。で、こうや。お前ら苦手やな。ちょ、心ここから普通にもうボコボコにしたらね。なんだねー、こいつはやる。よし、ちょっと、よし。で、こいつやればあとはもうこっちのもや。よし、当たる。よし、お前やこの野郎。やっぱここや。なんやまだ言うて。よし、てか単体火力レイの方がワンチャン強い。そんなことないか。よし、うじゃうじゃのお掃除完了だよ。空気をもあの、私が気を失っている間に何があったんですか。知らんよ、この子に聞いて。言葉にするにはもう少し時間が欲しい。そのもう少しのためにうちの邪魔したん。すまない。さっきからそればっ、謝れば済む問題ちゃうやろ。うちがどれだけ大変。落ちてくよ。おうおう、絶対に諦めへんからな。我が子の復讐のために全部を犠牲にする覚悟でうちは戦ってるんやから。もう千も言えばええのに、なんで言わんの。モニョモニョすぎる。心さん、千さん、言うたらええのにさ、言わんから変な誤解招くんやぞ。はい、おはよう。未来に近づけば近づくほどみんながバラバラになっていくみたい。もう未来よくね。ええよもう、あいつやばいやつや。第7章、正しさのアイロニー。もうこれ知らんぞ。何や正しさのアイロニーって。え、うん、俺初めて。あ、また思想増えたんか。
初めて見たぞ。アイロニー、私は逃げない。あ、ちゃ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 、本は心を解きほぐし2週目入ってからこの泣き方増えたな。悲しみも苦しみも私の力に消化してみせる。うん、エゴこそが私、強いな。少し整理しましょう。まあエゴの強化よな。うん、はい、この思いで必ず本は心を解きほぐしてくれます。スティグマはないか。デリーマさんやから何か。うん、デスエンドポイントをみんなつけてねな。ケセラ、ケセラセラスタンスが、エンドポイントより全部強いんか、これは。違う。あ、魔法防御特化ってことか。こっちの方が強いんか。物理30下がるけど魔法防御ゴリ上がんねんな。いや、ええか。やろ。なあ、まりいい気持ちではないですが、こいつか。あー、2やあかん、2やあかん、1やあかん。なんで、あ、これ3や。ガウティリヌス、言いづらいな。男は孤独な人形師をしていった。少女の造形を愛し、理想の少女の形をした人形を生み出すことに命を懸けていた。だが挫折から自殺した。ほう、すごいな。第一の記憶、彼は少女の造形を愛していた。芸術として愛していた。そしてその愛のために自分の人生を全て捧げる覚悟があった。情熱。第二の記憶、彼の作る人形は世界的な評価を受けた。男女問わず多くの人間がその美しさに魅了された。だが彼は自分の作品に満足していなかった。うん、周りの評価より自分の評価ってことか。第3の記憶、世界一と名高いモデルの少女を参考に彼は人形を完成させた。だが人形は彼女の美しさを超えなかった。男は嫉妬から少女を殺し自殺した。やばー、お前狂っとる。嫉妬で、マジか。なんでブルバキ2つあんだろうな。ブルバキに性別はない。ブルバキにとって生前の情報は何も意味をなさない。第一の記憶、ブルバキが活動するためには信仰の対象が必要となる。すべての個々が同じ対象を信仰することで形だけの自我が生まれる。第二の記憶、ブルバキが信仰する対象はいつも必ず一つである。しかし対象は普遍ではない。彼らは突き従う相手を常に変化させる。手のひらくるくるということか。もう一つやけどくるくるか。やばいなお前ら。第3の記憶、ブルバキは一人を信仰し盲信することで自我を確立する。そして同時により信仰に値する存在を求め続けている。あー、落胆したらもう離れるいうことやな。んじゃ、へえ、やばいやつやな。どうか。あー、こいつか。芸術家気取り、天才と称された芸術家の男。病気で宣告された余命の全てを芸術に没頭して過ごした。
割とまともな人生送ってるやんけ。病気はあれやけどさ。第一の記憶、余命を突きつけられてから彼の筆の進みは早かった。もともとはあまり筆が早い方ではなかったのに、時間の制限ついたらそらな。第二の記憶、死ぬのなら後悔しないように生涯で最高の作品を書きたいと思った。彼は文字通り命を懸けて書いた。そして傑作を生み出した。いや、やるやん。第三の記憶、彼は余命を全うする前に死ぬのがたたって死んだ。死に際は満足していた。死後、後世の勇気から自分の診断が誤診だったと聞くまでは。うわ、マジか。命燃やしたんか。いや、それは辛い。いや、マジで、セカンドオピニオン。いけ。いや、辛っ。命燃やして嘘でしたか。それは誰かの声が聞きたい気分ですね。うん、まあおかしなるわ。それまでは満足して死んだのに。あの、ココロさん、レイちゃん、なんや、暗いね。知っておきたいんです。アナムネシスと戦っている時、センさんと何があったんですか。レイちゃんの頼みでもあんまり話したないな。思い出すと腹立って聖剣好きで壁に穴開けそうやから。怖いね、こういうタイプが一番怖い。そんなうちを思いとどまらせてるのは敷金の二文字だけや。金か。それでもお願いします。レイも頑固やな。抱きついても許してくれる？はい。それやったら、うちがとどめ刺そうとしたとき、あの子がアナムネシスをかばったんや。どうしてそんな。理由はうちに聞かんといて。知らんし、知りたくもないから。うちが話せるのはそれだけや。じゃ、そういうことやから。すっごいブツブツする。あ、さっきのこと約束やからね。うん、ななだよな。ななな、レイだけど。やっほー、もしもし、ななだよ。よかった。ナナナはいつものナナナで。当然、レイが喜んでくれるならナナナはずっと。あ、大変、勇者が集まってきたよ。え、大声出すから大丈夫？平気だよ。でもとりあえず電話は切るね。忙しいな。言ってよ、ナナナビー。ビーム？あの使ってたやつやん、ナナナビーム。俺は知っとるぞ。フェレスか。新しい試練を追加しておいたぞ。メフィスやったわ。カイン。準備ができたら向かうがよい。くれぐれも油断をせぬことじゃ。この辺りからなんか油断すんなよとか言うてくるよな。敵強なってるよ、いうことやろな。私は逃げない。ここやな。メイン試練に命を懸け。メイン試練は多分一回で終わると思うけどな。うん、次のエリアまで引っ張ることはないと思うんやけど。多分前へ。マップ開いて。引っ張らんな。うん、ただゲロ広かったわ。なるほどね。何？終わらせてやる？ココロさん、頼みました。
行くで。ナナナヤコマエチェンジ行くで。ヨンズになってない心だけか。ちょっと心中心にあげんといかんかもな。これちょっと待って、思ったより花おるわ。ちょっと待って、ロックはやばいかもしれん。やっと、ちょっと花を、花をというか心やな。次のレベル上げ、なんで心だけこんな低い。俺そんな使ってなかったっけ。思った以上に低い。心でこそ対多数の技を覚えてほしいんやけどな。この火力でタイタスを覚えてくれたらだいぶ強いと思うんやけど。ビルモット、ちょっと待って、種マシンがやばいか。あ、痛い。悪くない、たくさん食べたい。ビルモット、ウェルモット、一回見たかもしれんな。もしかしたらなんか見たような気もする。鎖か、まあそれ絶対当たらんからやめときな。普通に受けれんぞ。でこっちか。でも今回一通か、珍しいな。ほう、ちょっと待って。いやー、心のスタンドは強いからちょっとキープしときたいな。あれバカ力やからな、ここぞって時に使いたい気はするが。あの、スターか、まあまあおるもんな、ここ。いてててててて、ここやな。まあ、やっぱ強いわ。さすがやな。心のスタンドが一番強い。で、バオン、止めれたわ。よし。まあ、こっからボクシングな。ここでもスタンド使いたかったけどな。なんか百列拳みたいなのまだ覚えへんのかな。心覚えてほしいな。それ覚えてくれたらさ、だいぶ話変わってくるんだけど。大丈夫、あともう一レベル上がってくれれば嬉しいなが。多分40で覚えると思うんやけどな。他が40で覚えてきてるから覚えると思うんやんが、どうやろう。そう、お前ちょっと待て待て、お前や。よし、何やお前、流暢に喋るな。よだれが出ちゃう。お前ハーハーしてたやつやな。なんかこうアイテムめっちゃ落ちてない、こんなもん。匂い聞く聞く。2つぐらい並んでるのも今日初めて見たなって思ったけど、
3つ並んでるのはもっと初めてやったわ。これが2周目のパワーというやつか。あったー、あぶねー。なんかあるな、オーデン。で、ちょっと待って。お前や先な。あ、スタンド使える。スタンドさえ使えればこっちでもいいよ。オッケー。お前逃げるな。よし、これがスタンドパワーよ。なめるなよ。もうちょっとたまりやすかったらな。ガンガン使えんねんけど、火力高いゆえに、あの何、攻撃回数が少ないからたまりづらいよな多分。上昇率何パーセントみたいなのも上がりづらいからさ、からその点線とか7か、まあ、攻撃回数が多いだけに上がりやすいんよね。ちょっと上行きたい。これはゴールではないでしょう。遊んであげるよ。よし。こういう固まった状況で何もできへんのかな。もったいね。ほい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 。少女の造形コース入れてるわ、あいつか。1,2,3,4,5,6,7 体多いな。まあ多いことは多いが、出どころか、よしよし。何、尺に触る、尺に触るっていう勘に触るじゃない。え、尺に触るっていうのあれ、今これ尺に触るって言ったよな。勘に触るじゃないのか、そういう言い方もあるのか。後で検索したろう。尺に触る、尺やなぁとは言うけど、あれって触るな。チェックしたろう。なんか間違ってる気するけどね。カウンサーじゃないのか。当たるかい。よし。疲れ。知らんわはひどくね。そんなツンツンせんでも。よし、まあこれでいい武器なり、え、防具なりか。星3とかでのレア度か、レア度3とかでのかな。少し整理しましょう。はい、3でへん、3レア度3。泣き方で変わるとかないやんな。そんな要素はないと思うけど。辛さを知ったから得られる強さもあるはずだから。うーん、いい止まりか。少しせ、まあ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 いいでしょう。前に進むんだ。でこれか、あ違う、これ会議、会議かな、うん違う、会議やな。イントネーションさ、私が頑張らないと。シュッ、また戦闘心喧嘩すんで。ああ
森か。はい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 。森の中みたいですけど、薄暗いところですね。ちょ、心さん、いきなり抱きつかないでください。怖っ。約束したよ、レイちゃんだけや、うちの心を癒してくれるんは。約束はしましたけど、いきなりですか。レイ、心、これはビッグチャンスだよ。ナナナもギュッとして。ああ。二人ともやめてください。私が潰れます。ナナナはとっても軽いよ。うちは重いみたいに言わんといて。何でもいいので、そろそろやめませんか。私がヘラクレイトスを呼ぶ前に。ここは？ここがどんな場所かもわかりませんし。悪ふざけはやめましょう。うちは真剣に抱きついたつもりなんやけど。ナナナも。それはそれで問題が。あれ、あのセンさんは？知らんよ。うわ、トーンが違う。ナナナも見てないよ。センさんが遅れるなんて珍しいですよね。いないならそれでええよ。いざというとき邪魔されへんし。うわ、もう見学。でも今まで一緒に戦ってきた仲間じゃないですか。おふっと損し。うちもずっとそう思ってたよ。さあ、イチャイチャしやがって。勘違いやったけどな。もう心。あ、せいさん、よかった、気に来てたんですね。ちょこっと、どうした？一人で何してたか分かったもんやないけどな。もう会議ってここやろ。めちゃくちゃ疑ってるやん。この場所に気になることがあってな。周辺をよく見ておきたかったんだ。気になることってどんなこと？今はまだ自分でも確信を持てないんだが。また隠し事なんよね。すまないが、もう少しだけ時間が欲しい。その時が来れば必ず説明する。せんもせんで、なんかこうもうちょっと柔軟にやな。言える時に言おうや。その時っていうのはいつなんや。またアナムレシスが逃げた後なんだ。行こう、レイちゃん、ナナナ、うちらだけでミライちゃんを探してアナムネシスを倒したらええんや。そんな言い方せんでもさ。何？この場で心さんを納得させられるとは思っていない。だけど今は共に戦うことだけは許してほしい。私からもお願いします、心さん。ナナナも線がいないとエンジョイできないよ。しゃあないな。多数決で今回はうちの負け。でもな、納得したわけでも許したわけでもないから。分かっている。もうなんでこんなギスギスしてんの？線もゆべこころさん頼みました。そら黙ってたらなるて。そう、変な疑い持たれてもしゃあないがな。な、確証がないと言わんタイプやな、多分。ないんけ。とりあえず、いった。じゃあろ、ボコボコ。とりあえず言うだけ言うたれるのに。何でもかんでもきっちりかっちりしようとすんとやな。こいつら片組ベータやからか。前までアルファやったっけ、覚えてねえや。だいたい敵の色とかで覚えてんねんけどさ、フォークライト色もう判別きかんのよな。スイートチョコ
全部一緒に見えるわ。で、あ、出た。カール。カール？お前はなんか見た。お前会ったことあるんじゃない？カール。なかったっけ？カールおじさん？いや、ないか。よみがえり。なかったかな。あったといえばあったような気もするし、なかったといえばなかったような気もする。まあ、結局覚えてないことやな。思考の結晶アジ。これはこっちかな。バオンは相変わらずか。てかあの飛んでるやつまあまあ強かったんな。ほぼノーモーションで、何真空波みたいに飛ばせんねや。お前ヒロやるやんけ。でつながりやつか。ああ出ちゃう。ちょっと待って、今マシンこっちやね。やっといて。回収。回収して。あいつが出るんやったら線で行きたいところやな。物理入らんのよあいつ。入りづらい。カチカチまでやったらさ。ちょっとバオンやめな。百裂剣かっこ魔法みたいな、なんかそんな覚えへんかな。さすがに欲張りすぎか。レベルアップまで半分。これは右かな。こっちが正規ではないと見た。多分おそらく。今日ほんまにあかんからな。なんか正規引いてそう。誰や。何やお前、ナナナみたいなこと言ってんな。エンジョイアンゼノン、エンジョイアンでエキサイティングやん。まあ、こっからもうね、サンドバッグよ。かったいなぁ。私が楽しむ。ほう。まあ、まあ大事やわな。楽しむことは大事。何でお前ケチ向けてんのこの野郎。やばっ。お前つっ、お前もう跳ねるだけ跳ねて見ようとしないよこの野郎。正規じゃなかったね。ちゅうことは下や。ようやく当たったわ。でこっちか。さっさとレベル上がってくれ。レベルさえ上がってくれれば、7なり1000なりでどうにかできんねんけど。一番低いっちゅうのをどうにかせんといかんからな。え？カウンターが発動？狂ってたか俺。マジ？ちょっと待って。あかんあかんあかん。置き攻め置き攻め。ちょっと待って。マジ黒出た。まだか。お前そんなあれなの、攻撃動作早かったっけ。マジ勝てーし、この野郎。お前も魔法効くまんやな、多分。
こんな物理効かんってなかなかやで。よし、相手捨てられへん。で、こっちか。まあ、下へ座な。で、こっちか。あ、やべ、当たり引いたわ。アイテムなしか。やったら、まあ、当たり仕事は何やねん。あ、当たったかと思ったら全然違うやん。そんなことある？アイテムはないよな、多分。なあ、いいな、OK。行くで。なんで？あ？こっちか。あ、いや、こっち行こう。じゃあ、来れるんかお前。あかん。この狭い。お前血の利を得てるな。ちょっと使っとくか。逃げるな逃げるな。お前作詞か。こいつやりたい。いや、もったいなかったかな。まあええわ。ただもうちょいでレベルアップやから、え？いや、下に見ちゃったわ、これ。バーンか。レベルアップ。ああ、お前か。ヘドに。うん、あいつの時だけセミがあるか。いや、レイやな。よろしく。無理だけはしないで。うん、心さん頼みました。行くで。あいつはレイやな。合理派やわ。てかこれ正規まだ引いてない俺。気のせい？気のせいじゃない気すんねんけど。まだか。これはちょっと厳しいかな。レベルアップさえしてしまえば。もうちょいなんやが。どう？出た。極刑視察の領域。これか。周囲に魔力でできた18個の国を出現させる魔法打ち上げ効果を持つ。なるほど、うん、一回何かで使ってみたいな。お、ちょうどええやん。うち転べ。え、範囲広なっただけやん。マジ？これは強くない。ハズレ。強くない。マジか。もうちょっとさ。そうか。墓標代わりにくれてやる。やったらもう千の方が全然優秀やぞ。正義のためにレベル上がったし。マジ。もっと強いんか思ったら何あの釘杭。もうちょっと強化版やん。俺正規引いてたし。また道が分かれていますね。勇者も明らかに強くなっていますし。千がいてくれてよかったよ。ねえねえ、なんでこっち見て言うん？うちの気持ちは何も変わらへんよ。これ以上道に迷うのは危険です。何か対策を考えないと。一周目やったら線が決めたよな確か。もしかするとこの森を抜ける道がわかるかもしれない。え、
わかるってどういうことですか？最初は確証がなくて話せなかったが、私はおそらくこの森を知っている。まだはっきりとは思い出せないが、以前この場所に来たことがあるんだと思う。うん。そんなわけないやろ。適当なこと言うて、今度は何を企んでるんだ。そんな言い方すんね。心さんが疑うのは当然だ。だけど私はこの場所を確かに知っているんだ。うん。なぜなのかは自分でもわからないし、私自身戸惑っているのも事実だが、それでも信じてほしい。うちはこの子の言葉はもう信じられへんよ。そんなこと言うの？心さん。だからレイちゃんに任せる。道を教えるのは勝手や。でもどの道を進むかはレイちゃんが決めて。もうこれさ、レイ挟むやめな。一番辛いぞ。私はそれで構わない。わかりました。私が先頭を進みます。もうすっげえギクシャク。やめろやめろ。なんでそんなギクシャクしてんのさ。仲間やろうめ。あいつめんどくせえな。あいつ口悪いやつや。痛い。お前口悪いやつやろ。まあ俺に死ね言うたやつやろお前。ミントルの、いや知らんかもしれん。人違いかな。いや人違いかもしれん。ミントルのって多い。あったことあったっけ。いやあったことない気すんな。多分人違いやわ。すまんな。空中で切った方が早いよなこれ。ちょっと前から思っててんけどさ、空中で切った方が隙が少ないよな。地面でやるより。ただ一回飛ぶとな当たらんのよな。これ花とかちっちゃいやつって縦に長くないからさ、こいつら長かったら当てれねえけど。難しいところやな。繋がるかこれ。繋がるな。はい、繋がらんのね。スイートチョッコ。ゴールには2箇所かな。上からも行けるってことか。違うわ。もうやばない。正義どんだけ当てんねん。違うって。俺違う、こういうの求めてるんじゃないのよ。正義を示す。当てるな。外せ。あさりたい中に俺は。なサクサク行きたいとか言うてんねん。あさらせろ俺に。こいつか。さすがにまだ覚えるのかな。42で42じゃあ40のあれで終わりかな。なんかそれっぽい感じはしてんねんけど、どうだろう。まだ覚えんのかな。あ、そうか、ゴールか。ん？あ、ゴールやな。こうか。めっちゃおるな。こいつ魔法効きやすいからだいぶ楽やねんな。こいつヘドニック。これぐらい離れて。やっぱワンパイオン強いわ。好評なめたらいかんなほんま。
ちょっと。スイッチタッチ。よし。墓標代わりが強え。こっちかな。つながりそうじゃね。またお前か。アッチメッサッチ。うん。さっきバオンやな。タッチトゥ。よし。スイッチタッチトゥ。お前もやって。一回攻撃モーション入ってで。墓標代わりにくれてやる。よし。こいつモーション入ったら動かんからな。だいぶやりやすい。お前ちょ、この神々も苦手なんよな、千夜と。攻撃が遅いのよ。呼んでやらんと当たるタイミングをな。なかなか難しい。ほい、カメやったな。これは上かな。繋がってるか、ワンちゃん。ワンちゃん繋がってそうじゃね。繋がってないかな。いや、繋がってるのを信じる。バオン何見えとるお前、目良すぎやろ。俺見えてるんぞお前。だからお前マジで目いいな。スナイパーかよ、こんな野郎。芋すなしやがって、絶対許さんぞ。芋すなを許すな。よし、普通にやったら時間かかんなおめえ。で、これ多分つながるやろと思うんやけど、どっちが潰されるか見ものやろ。で、お前はもうやっとい。で、やばいかもしれん。こすこす。お前もしかして魔法の方は効く説？物理あんま効かんのか。無限に食材を使え。いや、そうでもなかったわ。全体的に硬い。よし。それでも。で、つながりますよと。アイテムですよと。味。なるほどね。あれが正規やったっちゅうことや。トロボ、どこやっけ、ここ。おお、音どうした、音、こらこらこら、音どうした、ブツブツすなよ。待ってください、さすがに疲れました。レイは生きてるのに体力ないよね。やっぱり運動部入った方がええんちゃうの。変な妄想の部活やなくて。運動部に入るくらいなら、な、妄想、体力なんていらないです。あと帰宅部のことを妄想って呼ばないでください。この先に開けた場所がある。そこで休息が取れるかもしれない。それも来たことがあるから知ってるって言いたい。もうなんでそうさ。休憩できるなら何でもいいです。すぐ行きましょう。なんでギスギスしようとするん。やめな、仲良くしようぜ。ギスギスしていいことなんか一個もあらんぞ。ちょっと待って、ヘドニックだけでもやる。ヘドニックにあまり当たってなかったんですが、うん、ヘドニックじゃないやつに当たってるんですが、ちょっと自爆しよう。あー、これ敵に入らんのか、自爆。なんや、入れよ。ここなら受けれるやろ。よし。アッチメッサ
敵にも入ってくれたらだいぶ有用やってんけどな、使えるなと思ってんけど、まあそうか。そら上これが当たりか、いや違うな、うん、アジ確か真ん中やったと思うよな。やっぱ下行ってみるか、多分な、多分真ん中正解は。ちょっと待って、バーンオールね。やっぱ火力当たらん。ここからが勝負どころだ。火力当たらん。もうちょっとな。もうちょっと火力が出てくれたら話は変わってたんやから。うん、で下か。うんうんうん、なんかここは来た覚えあるわ俺、このマップの形な。やっぱ真ん中で合ってるくせ。というわけで、こうか。バオンと噛みつき、どこですか。あぶねえ。まあ、今殴ろうとしたやろ。あは、はずさあんな食らうのか。うん。やっぱ、キルンと衝撃波を当てるに、何2個当てんとそんな火力出んな。これどうやったっけ、こっち。ちょーっとこれはだるそうやぞ。これはだるそうやぞ。墓標代わりにくれてやる。あ、もしかしてあの盾のやつもお前あれか、魔法受験に食材を使え、クラウやつかお前。あ、お前もそうやわ。なるほどね、わかった。やったら正義を知るがいい。ちょっと待って、受験に食材を使え。ほら、お前さあちょこ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 当ててきやがってこれやろほんま。スナイパーすな。でこっちか。え、当たり？違う、よかった。たら上やな、上が当たりと。ビビった。誰やお前か。またやらしいなおめえら。ハジャス検証。いてててスナイパー。やべ、なんかアイテム使った。スイートチョコか。ちょっと待って。ちょ、巻き込んでやりて。くたばらんか。よし、もうそろそろ思念パチパチじゃないのような気がするんやが。こっちか。ここでゴールかな。広ーい、本当にあったよ。これで休憩できるね。偶然とは思えません。センさんはこの場所に来たことがあるってことですよね。ここでタイヤかなんか見たんやったっけ。どういうことなんや。センさん、何か思うか。センさん、ココロさん、どうしたんですか。センちゃんも気づいてたみたいやね。でも、まだまだおるよ。
周囲の闇に潜んで集まっていたのか。あ、ここあれや、ユーリア。姉ちゃん、なな、な、休憩も話も後や。思い出した、先にこいつら片付けるよ。ユーリ、ユーリんとこや。ちょっと待って、ハジャク検証。せや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 、いまいましい、どっちや、お前がいまいましいわ。やった、やれてない。よし、とりあえず遠距離野郎をやっとかん。鬱陶しいわ、どっちや、魔法かま、あーい、 SP 足らん、 SP 貯めよ。これで全然入らへん。お前は投げた方が入るな。そんな、よし、これで終わりですよね。違うって言われてももう限界です。結局休憩してへんもんな。しよ、ナナナサーチ。ナナナサーチによると誰もいなかったよ。もう大丈夫。ナナナサーチかっこ物理やないか。アナログなサーチやな。でもそうやね、安全ならここで休憩にしようか。うん、ああ、これは見たな。キャンプファイヤー、どんどこ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 。キャンプファイヤーってそんなノリやったっけ。そもそもノーファイヤーやん。知らない、生きてた頃の記憶は綺麗さっぱりないからね。不思議ですよね、ナナナとは。いえ、ココロさんともセンさんとも現世では一生会うことがなかったはずの人なのに、そんな4人がこんなおかしな場所に集まって同じ時間を過ごしてる。うん、それが人の起源というものだ。どこでつながっているのか誰にもわからない。それはそう。ましてやここは変国、死後の世界があるのであれば死すら終幕ではないのだからな。意味ありげな言い方やね。何か思い出したことでもあるん。全てではないのだが、この森の奥に私が初めて変国に来た場所がある。うん、それってトマス京介がいた場所ではないんですか。監獄のような。トマス京介より前、私は勇気によって一度この世界に引きずり込まれている。だから森のことも知ってたっていうんか。そこへ近づくにつれて記憶は鮮明になっている。その場所で私の知っていることは全て話す。アナムネシスのことも。大きな音楽やけど話重々やねん。ええよ、ここいや、あと少しくらいなら我慢するよ。うん、話を聞いてうちがどう判断するかは、ま、今言うことちゃうな。森を進むためにももう少し休んでおかんと。みんなもな。で、お、あー、はいはい、喋るパートね。うん、じゃあココロで。初め俺確か前ナナナやったよな。ココロさん、ちょっといいですか。どうしたん、レイちゃん、休んだ方がええよ。先生です。仲直りしろって話やったらそれは無理や。え、でも一緒に戦ってたじゃないですか。相手がアナムネシスやなかったからね。うん、そうですけど。あとレイちゃん、
頼む相手が間違ってるよ。うちらの関係がどうなるかはうち向こう次第やから。もうめんどくさいな。まあそりゃそうか知らんけどさ、うちは初めてレイちゃんと出会った時から何にもぶれてないよ。うちの大切なものを壊したアナムネシスにこの手で復讐する。まあ確かにぶれてはない。それが全てやから。うん、まあそれはそう、確かにね。そりゃそうやけど、そんな言い方すんでもさ。センさん、今いいですか？起きてたのか。どうした？センさんの話が気になって。うん、さっき言った通りだよ。全てを思い出したら全部聞いてもらうつもりだ。あの、センさんを最初に変国へ引きずり込んだ勇気ってもしかしてアナムネシスなんですか？今確実に言えることは、その勇気が勇気の姫と名乗ったということだけだ。これ結局勇気の姫って出るんかな。勇気の姫、名前だけなんやろか。罪、その場所にたどり着くことができれば思い出すことができるはずだ。だから今は休むことが大事だよ。レイはなおさらな。それメフィストフェレスやったりしてな。メフィストフェレスか。なんか泣きするけどね。レイ、休まなくていいの？ちょっとみんなと話がしたくて。ナナナとも、これはとってもエンジョイな予感。それはわからないけど。わかるよ。だってナナナはレイとお話できるだけでエンジョイなんだから。あんまり今までそういうの言われたことなくて、友達が少ないからなんだけど。ナナナは友達だよ。だよね。うん、ナナナが良ければ。もちろん、だって大好きなレイのためだったら何だってできるからね。こかよ。嬉しいけど、お願い、無茶だけはしないで。声ブツブツやめろ。でもナナナが無茶してレイを助けられるんだったら。おい、やめろやめろ。お前それで一回悲しいことなっとんね。それはダメ。もしナナナに何かあったら私がエンジョイじゃなくなるから、忘れないで。うん、わかったよ。二人ともエンジョイが一番だからね。よしよしよし、わかったらそれで。少し休まないと。で、おはようか。あー、そやな。あれ？え？戻ってきたんだ。あー、中で休む予定やった。そう。三件。レイちゃんも戻ってる？さっき言ってるから、またあの場所に集合な。広場で待っている。準備ができたらレイも合流してくれ。うん、それと話を聞いてくれて嬉しかったよ。みんな戻っちゃったけど、こっちは異常なし。無茶しないで待ってるからね。七の株しか上がらん。真実の早期。とりあえず浄化しといて。この涙と悲しみに意味を。うん、2ばっかりやな。じゃあ1か。で、データの階層の。それがせめてもの。
あ、三つある。ネズビット。赤色が好きだった少女の勇気。第一の記憶。少女は赤を求めた。心震える。最も繊細で美しいその色を。だからありとあらゆる絵の具を切り裂いた。なんとなく先読めんぞ。第二の記憶。ペットも友達も先生も親も切れば赤を吹き出す。生き物という絵の具たち、生物か、生物という絵の具たち、その赤を美しいと思う自分は特別だと感じた。第3の記憶。彼女は格子のついた部屋に閉じ込められた。身の回りにある誰かを切り裂いて赤を見ることはもうできない。だから彼女は自分の手首を。やーば、赤に取り憑かれとんねんな。えぐっ。カール。下校途中に勇気の姫が起こした事故で亡くなった少女の勇気。両親への愛情から蘇りを望んでいる。被害者やん。第一の記憶。ありふれた家庭に生まれ、勇気の姫が起こした事故で彼女は命を落とした。彼女の生前にドラマチックで特別なエピソードはなかった。第二の記憶。自分は両親を愛していたのか。生前に特別なエピソードのない彼女は実感することも証明をすることもできなかった。第三の記憶。だから彼女は蘇りを果たすことによって両親への愛を実感し証明したいと考えた。本当の思いの強さは行動でしか示せないから。それはそう、口では何もでも言えんねん、行動よ。シジェ。音楽家を自称していた男性の雪。自称？その創作は特殊すぎる方向性から生涯世間に評価されることはなかった。第一の記憶。彼の音楽活動には生物が必要だった。慎重に生物を捕まえることが創作活動の第一歩だった。声をサンプリングする必要があった。第二の記憶。絶叫が、悲鳴が、なんていうのこれ、あ、お、が、彼の芸術には必要だった。生命の終わりに発せられる、その声にこそ魂のこもった本物があると信じたから、まあ、イカれとんの。第三の記憶。神社で捕まえたある少女を泣かせた時の狂気がきっかけで彼は逮捕され裁かれた。自身の最後の絶叫と悲鳴、違うよな、でさえ彼を楽しませた。イカれてないよ、わかったわ。ミントルのはない。ヒエロクレス。病気が原因で死に、愛おしい彼のために蘇りを望む女の勇気。一途。第一の記憶。彼女はどうしても蘇りしなければいけなかった。現世に最愛の彼を残したままだから、二人には大切な約束があるから。第二の記憶。永遠に一緒だよと確かに誓ったから、彼女を愛してくれると約束してくれたから、死ごときで二人が別れてはならないから。第三の記憶。自分がいなくなった後で彼が他の誰かと一緒になってしまう可能性を考えただけで発狂してしまいそうになるから、許せないから。嫉妬か。まあ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 、そりゃそう思ってもしゃあないよな。なるほど、これはいい。ゼロもないな。なるほど、まあ、こんなもんか。ざっくり2時間やったけど、まあ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 って感じかな。これ何、真実の早期って多分時間超過するから、休養も必要なことですから、まあ、こんなもんでしょう。休養も必要よ、それはそう。
なんかな。よいしょ。まあまあまあ、こんなもんでしょう。ちょっとスタート時間が遅かったかな。よし、あといつやだよ。よし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 。こんなもんでしょう。1枚か。まあ。とりあえず77に幸せになってほしいよね。千と心がすっげーギクシャクしてるから、そこどうにかしたいもんやけど、まあ、あーオープニング、まあ千にも問題あるからな。確定じゃないとゆえんっていうのはなかなかあれですわね。確かにも言ってみるのは大事なもんで、なんか、なんか、ではでは、今回はあくび出るわ。ではでは、今回はこの辺で、また次回、さようなら。